ペンテル株式会社は東京都中央区日本橋小網町に本社を置く大手文具メーカー。創立は1946年。旧場は大日本文具株式会社。現社名の由来はペンと伝達の意味を表すテルを構成した造語で1971年に社名変更。しかし元来の意味は ペインティングとパステルの造語であり、同社が送り出した新開発パステルの商標であった。主な取扱い商品として、サインペン、筆ペン、ボールペン、消し、ゴム、シャープペンシル、シャープペンシル改新、修正テープなどの筆記器具、絵の具、マーカーなどの画材などがある。アナログ的な文具メーカーのイメージが持たれているが、タッチパネルや液晶パネルなど、 ハイテク分野にも進出している。緑会の会員企業であり、3話グループに属している。堀江幸男の父で、筆職人の年貞が1911年に創業した堀江文会堂という筆休み、すずりの卸問屋を浅草で営んでいたのが祖である。その後、幸男が後を継ぎ戦後の1946年に、現在の本社所在地に移転し、 大日本文具株式会社を設立。当初は文具の卸売業であったが、後に自社での生産、販売を開始した。最初に生産したのは粉炭とクレヨンで、以降は他の文具も手掛けるようになった。さらに文具だけにとどまらず、自社で使用する生産機器の製作していたことから、それらの生産、販売も手掛けるなど、取り扱う品目を増やしていった。創業以来、 先っぽの技術、色、敷居を下げて、気軽に使える、商品開発を重点とし、サインペン、プラマン、ペンテルヒツ、F 水彩などを生み出す。長きにわたり、創業者の堀江幸男が社長を務め、後に幸男の息子、俊幸に譲ったが休止。創業海外から初めて、水谷俊男が後を受け継いだが、翌1988年には創業者の堀江。 雪代が社長に復帰する。その後1991年に再び創業会地族外から浅部博士が社長に就任した。2002年6月に年行きの息子、堀江競馬が当時32歳で就任。ドット・イーボール、エルゴノミックス、ランスロットシリーズ、エナージェル、ローリー、ビクーニャ、ノック式マーカーなど数々の商品を開発した。二千十二年五月。 役員会が堀江氏の解任を決定し、常務取締役の和田優が代表取締役に就任。経営の見直しや新製品路線の変更によってオレンズがヒットしたほか、昭和時代から発売しているスマッシュやボールペンテルの人気が急速に広まっている。その和田路線を受け継ぐ形で2020年6月より小野博之が代表取締役に就任した。 私は会長職に退く形となった。おの氏は創業から数えて第8代社長となる。2018年3月に東京証券取引所一部上場のマーキュリアインベストメントが運営する投資ファンドがペンテル株の約4割を創業家から取得して筆頭株主となり、2019年5月には国用が投資ファンドに出資したことにより間接的に 資本参加する形となった。2019年9月24日、マーキュリアインベストメント運営の投資ファンドが所有していた株式を国与が取得。これにより、正式に国与がペンテルの筆頭株主になり、国与の持ち分法適用関連会社にもなった。2019年11月15日、国与がペンテルに対して t o b 実施連結し会社化を目指すことを表明した。 提携に向けた話し合いから、一転、敵対的な買収に方針が切り替わった背景には、ペンテルが同業他社との資本業務提携を模索していたためとも、報道された。ペンテルは反発し、公式サイト上で異例の抗議文掲載に踏み出した。2020年2月14日、国与側がペンテルの買収を断念する考えを発表。業務提携に向けた友好的な関係構築は、 引き続き目指すとした、ボールペンシャープペンシルクラフレットシャープシンアイン、シュタインの0 4ト、mm、ルと 0.5mm、共に HB、黒鉛芯に代わって世界初となるポリマー芯を開発、販売し、現在主流になっている0.3、0.5、0.7、0 9ト、mm、ルの芯を世界初で実用化し、現在0 2ト、mm、ルの芯を、 日本で唯一販売する現在0.2ミ、mm、リメートル0.3ミ、mm、リメートル0.4ミ、mm、リメートル0.5ミ、mm、リメートル0.7ミ、mm、リメートル0.9ミ、mm、リメートル1.3ミ、mm、リメートル2.0ミ、mm、リメートルの8神経を販売している1984年発売0.3ミ、mm、リメートルは 4HB 0.5ミ、mm、リメートルは 6H2 バイト ハイブラック各種ペンクレヨン絵の具その他ハイポリマー、エインブラックかつては糊やハサミも生産されていた。文具以外に電子機器や生産設備の生産、販売を行っているのが大きな特徴と言える。もともと文具の生産には高い技術を必要とし、生産設備にも高い精度が要求されるため、自社製品の品質を保つには金型や生産機器などを 外部業者に発注して製造するよりも自社で製造した方が特策であると判断したためである。これは技術や生産ノウハウを蓄積できることやライバル他社への技術などの漏洩というリスクの減少、生産性向上が見込めることなどが要因である。電子機器は文具の延長線から開発を行っているもので当初の電子ペンとペンタブレットから 液晶パネルやディスプレイといったところまで手掛けている。OEM 事業は当社の機関である文具だけでなく、前述の電子機器や生産設備、さらには蓄積した技術を活かした誇張欄の生産まで幅広く手掛ける。日本国内日本国外の19カ国に現地法人をアメリカ、フランス、台湾、中国、ブラジル、メキシコに生産拠点を置いている。ありがとうございます。